とうとう来たぜ、日本初の純国産ジェットエンジンが完成したんだってな。なになに、そんなにすごいことなの？というか、技術力の見本と言われていて、純国産のジェットエンジンが今までなかったことに逆に驚くんだけどね。何言ってんだよ。世界最高峰の技術力を持った日本の純国産エンジンだよ。絶対に今までのジェットエンジンとはわけが違うぜ。なあ、そうだよ。純国産ジェットエンジンは日本にとって長年の悲願だったんだよ。このジェットエンジンのカタログでスペックを見てみるとかなり高い性能を示してるようなんだ。このエンジンが次世代の戦闘機に搭載されるかは、まだ不明ではあるけど、ある国が非常に興味を示しているという噂が飛び交ってるんだよね。まだ戦闘機に搭載されるかはわからないんだね。でもそれだけ性能が高いなら戦闘機に搭載されるんじゃない？日本が開発したエンジンなら性能は間違いないよな。これまでのエンジンからの伺ってるんだ。そうだね。日本初の純国産ジェットエンジンの性能や特徴を見ていこうか。それじゃあ行ってみよう。2018年、F3 ステルス戦闘機計画が閣議決定され予算化の話までこぎつけたんだ。この閣議決定は、かなり時間がかかったなって感じだったよね。もっと早い段階で予算が通ってもよかったと思うんだけどね。戦闘機は自国を防衛するためには必要不可欠なもんだよ。何より先に予算を立てなきゃなんないだよ。日本政府って余計なことにはボンボン金使うくせに、本当に大事なことに関しては動きが遅いんだよな。本当にそうだよね。近隣のあの国とかあの国が、ちょっかいかけてきてるんだから、こういうことは、最優先事項で進めてほしいよね。本当にそうだね。まあでもこれから戦闘機の開発が進んでいくと思うと楽しみだよね。第6世代の戦闘機はいろいろな形があるけど、現在活躍している F-35 戦闘機以上に、優れた性能と、もはや戦闘機には必須条件のステルス性能を双方兼ね備えた、素晴らしい戦闘機が開発されることを願うよね。それじゃあ気になる性能の方を見ていこうか。この新型は双発エンジンみたいだね。双発エンジンというのは左右の主翼にエンジンを1機ずつ設置したものだね。ちなみに現在の F-35 戦闘機はエンジンを1機乗せた単発エンジンになるよ。この双発エンジンも2タイプのエンジンを製造することで、将来的には護衛艦出雲加賀の甲板上でも運用が可能になるね。まあ、どこまで計画が進んでいるかはわかんないんだけどね。まだあくまで計画段階ってことだな。でも今更従来の戦闘機と同レベルでは話にならないからな。目指すなら最新鋭の究極の戦闘機を開発してもらいたいもんだぜ。究極まではいかなくても、世界に誇れるような戦闘機を作ってほしいな。大丈夫だよ。日本が製造開発するのに今までと変わらないなんてありえないね。日本初の純国産戦闘機の完成が待ち遠しいね。ただ、この F3 戦闘機計画にはエンジン部分が重要な部分になってくるからね。ここを成功するか失敗するかで日本の開発力と技術力が世界各国から測られるだろうね。もし、うまくいかなかったとなったら周辺国への防衛力も低下することになってしまうだろうからね。いやいや、日本の開発力と技術力に限って失敗に終わるというのは考えにくいだよ。うん、そうだね。そこは心配するようなことはないだろうね。かなり高性能なエンジンの開発が進んでいるみたいだしね。話が逸れちゃったから今度こそ高性能ジェットエンジンの性能を見ていこうか。2018年日本の航空軍事市場で全く新しい試みが行われました。プロトタイプの1機だけですがジェットエンジンが開発メーカーの IHI 社から防衛装備庁に納入されたそうなんだ。この出来事はかなり話題になったから知ってる人も多いかもしれないね。知ってるぜ、ニュースでも報道してたからな。見た見た、結構盛り上がってたよね。何気なく見てたけどこのエンジンことだったんだね。そういうことだね。このエンジンが XF-91 と呼ばれる航空機、戦闘機用のエンジンなんだ。現在の国際的スタンダードと比べても他国の製品にも全く引けを取らない高い性能のエンジンなんだよね。今回、防衛装備庁に納入されたエンジンはアフターバーナーを使用した際の推力は15トン超えで、F-22 戦闘機の F-119 エンジンが同じように 15.9 トンだからほとんど遜色ないよね。ちなみに F-35 ライトニング戦闘機の F-135 エンジンは 19.5 トンとなっている。あれ？ F-35 戦闘機のエンジンより随分推力低くない？確かに数字だけ見れば、かなり劣ってるように思えるよね。でもね、あくまでもプロトタイプの数字だからね。それを踏まえて考えると、ここからの改良や改善により数値がアップすることは間違いないと思うよ。そりゃそうだよな。いきなりプロトタイプで F-35 超えはきついよな。まだまだ試作品段階ってことだもんな。ところでよ、
さっき出てきたアフターバーナーってどんなシステムなんだ？そうだね。それじゃあ簡単にアフターバーナーについて説明するね。エンジンから排気ガスが放出されるんだけど、これに直接燃料を噴射して、さらに燃焼させることにより、推進力を高めるシステムのことだね。車でいうところのターボみたいなものかな？仕組みは違うけど、そう思っててもらって良いと思うよ。実はね、現在収益中の F2 戦闘機を国内ではなく、アメリカ製の F16 戦闘機を土台にして開発すると、決定したとき、その大きな理由として搭載するエンジンを自国で開発できないからだったんだ。そのことを考えると、自国でエンジンを開発できたことは快挙だよね。今までは自国でエンジンを作れないから、戦闘機自体をアメリカの真似をして作るしかなかったんだよね。これ車に置き換えて考えるとすごいよな。車のエンジンを開発できないから日本がアメ車を真似して車を製造していたとしたら、狭い日本の道路を、バカでかい車体にバカでかいエンジンで走ってたってことだもんな。ガソリン価格高い日本で、ガソリン垂れ流しで走ってたってことだよ。アメ車かっこいいけど、維持するのは大変だし日本車と比べると性能が高いとは言えないもんね。逆に車でも日本のエンジニアはあれだけの性能のエンジンを作れるんだ。ジェットエンジンでもすごいエンジンを開発するだろうね。あとこのエンジンの特徴としては小型化だね。ただ単にエンジンの推力を高めるだけならエンジンを大型化すれば比較的簡単に推力を高めることができるんだ。でも現在の戦闘機の最重要な項目として小型化が考えられている。これはステルス性能をアップさせるためには必須条件なんだ。同時にエンジンが小型化できれば、戦闘機に積む兵装も今までよりもたくさん積めるようにもなるよね。戦闘機を製造するということは、ステルス性能を落とさずに、なおかつ武器もたくさん積めるようにと、いろいろと試行錯誤しなくてはいけない項目があるんだ。でもこのエンジンは、出力を落とさないまま小型化に成功しているから、最重要項目の一つはすでにクリアしているってことなんだよね。そりゃなんとも心強いことだな。ロエ成功したのロエ変だぜ。うん、そうだね。期待は膨らむばかりだよ。ここで一つ伝えたいことがあるんだよね。ある国が、この XF91 エンジンに関して過剰な反応を示してるんだよ。ある国ってまさか。まあ、ロエ生お隣のあの国だよ。大体それぞれつくら、視聴者もみんなピンと来てるぜ。はい、正解です。皆さんの予想通り韓国ですね。韓国のメディアがこのエンジンのことをニュースで取り上げたんだ。それが、その取り上げ方といったらひどいもんだよ。このことはまだ日本でもあくまで計画段階なんだよ。それなのに自国の安全保障が脅かされると強行状態のような報道なんだ。なんなんだよ、ヒステリックなおばさんかよ。ほんとだよね。お互いに仮想敵国と考えている中国が言っているなら、まだわかるんだけど、韓国はアメリカと同盟国という同じ立場だよ。まるで、すでに新型の戦闘機は完成していて、すぐにでも自国に攻撃を仕掛けてくると言わんばかりの、報道だったんだよね。本当に、一方的に日本を敵国扱いしてるよね。怒りを通り越して呆れるよ。本当に面倒な国だな。他国の技術開発に文句つけてる暇があるなら自国の技術力磨けや。こんな難癖相手にしないで日本の開発者たちには頑張ってほしいよね。それにしても、お隣の国の迷走はいつまで続くのか。それじゃあ今回はこの辺で。よかったら、チャンネル登録してね。